自分が幸せだって感覚を持てなきゃできないです。自分が不幸だと思ってる人が人のためになんかできないですよ。相対的に俺は世界で一番不幸だと思ってる人が他人のためにやろうっていう気にならない。つまりボランティア活動を盛んにする、あるいは新しい公共、つまり公共、みんなが公共の心を持つためにはどうしたらいいかっていうと、昔の人は考えが間違っていて、そういうことを叩き込めば公共が大事である、戦前の教育、日本国が大事である、お前たちは国のために死ねって言えばみんなが公共を大事にすると思った。戦後の教育、みんな仲良くって言えばみんな仲良くすると思ってた。そうじゃないんですよ。自分が幸せになれよっていう話なんです。自分が幸せになれば必ずそうなる。ただそれを言えるようになってきたのは、日本が右肩上がりでどんどん金がいってる時には、自分が幸せになれよって言われたら自分だけが金持ちになることをみんな考えちゃうわけです。そうするとね、自分だけが金持ちになったってこんなに金があるんだから本当は人にあげようって思う人とは思うんだけど、なかなか人間には物欲っていうものがあって、それは離れない。なかなかその金がある、自分の金を出すっていうのは難しいかもしれない。でもなんかこう手を差し伸べるみたいな気持ちの問題だったらできるわけです。だから河合先生がそれを言い始めたのが2000年になる頃ですよ。20世紀になる頃です。もうそれは日本は長い長い、もう日本の栄えた時代はすでにその時終わっちゃってたわけですね。なんかいろんなごまかしをして、つい最近まで日本が栄えてるかのようなごまかしを政府が、あるいは経済界がしてきましたけど、もう私は長いこと生きてるからちゃんと分かってるけど、日本が経済的に栄えていたのは1990年代の初めまでで終わりですよ。そこからもう20年近く、もうそうじゃない時代が来てんのに、それを嘘ついてきた、ごまかしてきたわけです。若い人たちは分かるでしょうよ。バブルなんて見たこともないし聞いたこともないし、いつ景気が良かったんだ。統計をいじくって2003年から2007年までがすごい好景気だったっていうふうに政府は言ってるけど、2003年から2007年まで景気が良かったって思ってる人がいますか、この世の中に。ふざけるなというのもあったんですけども、なんでというのが多かったです。なぜそのまず護国神社ではなぜやったのか、いわゆる靖国神社でやってるのと同じことになりますかね。コスプレと同時に即売会なぜかというところです。で、我々かなりこれいろんな実はものを含ませていたんですけども、やはりその護国神社とかそういった背景ですね、そういった背景を持ったものとのコラボレーション可能かとか、どういった今状態になっているのかっていうのが見たかったんですね。そしたら護国神社のゴンネギさんとですね、いやもうどうぞと、もうそういう時代じゃないって言ってましたね。もうそういったのを拒んでる時代じゃない。そしてその対象がその例えばオタクとか言われてる子たちとかですね。で、なんか我々っていうかそのまともっていうかおかしいですけども、そのある側面では非生産的と言われてしまったりとかしている子たち、でも我々としてはそういう子たちもこれからの世の中っていうのは一緒になってやっていく必要が絶対ありますしね。そういうことで、じゃあ実際のところはどうなんだっていうことをちょっと知りたかったんですよね。でやってみたと。この外風改正っていうのは誰が考えたの、もともとあるの、これは。サークルさん、山梨県内であったサークルさんと一緒に考えて、はい、いやいいよね、これはそそられるよな。ありがとうございます。いやいや、石原都知事に見せてやりたいよね、こういうのね。今東京ではさ、こういうの取り締まると、こういうのっていうかその漫画をね取り締まって、東京都条例で、その漫画の中のいかがわしいものがあるとこういうわけですよ。それはまあありますよ、いろいろ。それをまあ、いや別に私たちだって、実は私はそれに反対する運動をやってるんだけど、行き過ぎたものを取り締まるとか自粛するとかは分かるよ。だけどもともとだから、これ大事なのは、石原東京都が全然ダメなのは、漫画文化とかこういうオタク文化を否定してるわけです、最初から。どうせお前たちのやることはいかがわしいだろう、漫画なんかお前レベルの低いものをなんとかしやがってっていうことがあるとね、もう全く反発されるだけで何の意味もない。やっぱり彼らの文化っていうものを尊重するっていうとこから入らないと、それは確かにより良いものにしてもらいたい、あんまり変なことにならないようにしてもらいたいというのがあるとしても、それは彼らの持ってるものを尊重しつつ、その中でこうだよねっていう話が一つで、宇野副首相も来ていただいて、
まあ、じゃあ最初このメンバーでいきましょうかね。どうぞ、来てください。よし、進めましょうね。本当に必要なことは何かっていうことなんですけども、で私あの10年ほど前にフランスに行った時にあのラルツァックのある村に行きました。実はあのフランスはあの1980年代ぐらいからあの過疎問題っていうのを解決してきてまして、増えてはいませんけど横ばいという状況になってました。であのラルツァックの村で村のほとんどですね、フランスの村ってあの実を言うと村長以外誰もいないとかですね、あとはみんな NPO がやってるとかですね、そういうことになっているところも多いんですけども、そこであの NPO で働いている方に聞いたんですね。その方はあの5年前にパリからラルツァックの村に来たと。でなぜあなたはパリからここに来たんですかと聞いたらばですね、もう答えでハッと私気が付いたんですけども、あの今あの仮に私がパリにいてパリで死んでも誰も困らないと、だけども今ラルツァックのこの村で私が死ぬとあの人とあの人とあの人が困る、だから私はここに来た、ここにいると、こういうわけです。であの何が申し上げたいかと言いますと、地域の活性化っていうのはやっぱりその地域に住む一人一人がですね、役割と生きがいを持って生きるということが、これがあの活性化 の最重要ポイントだと思います。ですから先ほどのワインツリルの話も、あのイベントをみんなで作ったということなんですけども、やっぱり役割と生きがいを持ってそのイベントをやったということが大事で、新しい公共を考えるときに大事なのは仕組みとかシステムとかではなくて、一人一人が公共的な目的に向かってどういう生きがいとですね、存在価値を見出せるかということだと思います。じゃあちょっとあの、ね、非常にユニーク新しいメディアということだったんですけども、どんなことが新しいのかっていうのはちょっとあの非常にユニークなので、新田さんよろしくお願いします。はい、ブロガー協会の新田です。ですね、あのすごくなんていうんですかね、あのやっぱり先ほどの話の延長なんですけど、まあ、個性的に何かものすごく得意なこと、インターネットでこう例えば若い人が何かあの藤山ボルケノでしたっけ、ああいったようなあの同人誌を作ったりとか、何かその自分の好きなことや得意なことで、ものすごくニッチなことで何か自分で力を発揮したい、将来それを仕事にしたいという人はやっぱりインターネットを通してしか、やっぱりそういう同じような専門性のある個性的な人とつながりようがないっていう。ですんでその個性を伸ばすためにやっぱりインターネットはもちろん必要なんですけれども、それをどうやって地域に落とし込んでいくのかと。で彼らのやってるそのニッチなもの、例えば昔だったら蔑まれた漫画の文化だったって、やっぱり今では日本を代表するコンテンツビジネスなん で今若い人たちが頑張ってることで、これからどんどん地域が元気になっていって、そこで新しい要は若い人たちの専門性や個性がその地域に必要になること、だからまずはインターネットであのそういう専門的なことを広げて、専門的な仲間とつながりながら、それをどうやって地域に落とし込んでいくかっていうことがこれから必要になってくるかなと思ってます。やっぱり今まで の, そのメディアと違って、あの要は今までの例えば新聞、ラジオ、テレビなんかっていうのは結構マス媒体っていうか大きい媒体に対してこう一気に一瞬突発的にいくんだけど、結局その効果が続かなかったり、それがただの流行り物だったりとかするんですけど、やっぱりこういった個性的な人たちが作るコンテンツっていうのはその人たちにとっては本当に絶対的なものなんですよ。だからそれはやっぱり地域になきゃいけないし、地域にあることが認知された時にそれがそこで本当にその価値が認められて、そこでお金が動き始める。だから僕たちのことっていうのはブロガー協会、僕はブロガー協会、そういう個性的な人たちっていうのをその地域に根付かせて活躍させようってことをやってるんですけど、それをまず僕らのブロガー協会みたいなところで専門的な人が入ってくれて、で自分の個性や才能っていうのを伸ばしてくれて、で失敗したっていいからチャレンジすることを繰り返してもらって、それがいつかその地域で認められて、そこでお金が動き始めるっていう、そんな形そのかなと思います。あのキャッチコピーが良くないですか、飛ばしゅう青春のつまんで、そのサブタイトルが引きこもりながらでもかける汗がここにはあるっていうそうですね、あの実際のところ本当にサッカーのワールドカップあのこれはあの先ほど今概念的な話がありましたけども、要はブロガーたちっていうのは今いますよね、たくさん。そういう人たちがですね、いろいろネットワークを組んで、ブロガーのネットワーク、そうです。で一つの例えば取材をするのも皆さんでね、あの取材に行ってこういう動画を作ったりとかして、そうです。それでその動画がですね、僕らにもあれなんですけど、クロスメディアしてまして、であの要はいろんな今動画サイトとかブログとかいろんなものがあるんですけど、そこに全部網の目のようにわーっと広がっていてですね、
それで一気に、要は簡単に言うと検索ワードが上がってくるっていう。例えばその自分漫画好きだけど他に漫画好きなやつって言ったらそれ検索すれば出てくるわけだ。そうです。例えば甲府市漫画オタクって言ったら、うん、検索した時にボンとトップページに上げる。例えば山梨県活性化っていうのが本来例えば山梨県がやらなきゃいけないことかもしれないんですけど、例えば僕らが山梨県活性化ってキーワードを取ろうと思ったら山梨県活性化で検索した時のトップページっていうのもその気になれば独占ができるっていう。要はお客さんは見込み客っていう、見込み客が検索するキーワードをこっちであらかじめ予知して、でそのキーワード自体もやっぱり人によってまちまちすごく専門的になってきてるんで、ユーザーとか消費者も、だからこれからその多様化する消費者に合わせたその広告方法であったり、それを指揮するのがブロガー協会で、その個性を発揮してもらうのはやっぱりそのプレイヤーの、その例えばオタクの子もいればいろんな人がいるんですけど、例えば子育てしてる主婦もいるし、あのおじいちゃんおばあちゃんもいるし、いろんな人がいます。今までその共同とかのステージに上がってこなかったとかですね、そういうことは人たち、方たちがかなりこう個人的な媒体を使いながら、それが一つでつながって大きなネットワークを作る。山梨県だけのあのブロガー協会は全国ブロガー協会っていうのがあるわけです。それは僕らが作ったんです。あ、全部作ったの、はい、で甲府市発祥したのが山梨県ブロガー協会は甲府市で発祥して、まあ、僕ん家で発祥したんですよでその山梨県ブロガー協会が、あ、これはいけるねと、全国これは全国どこにでも必要なビジネスだと、それで広げた。で全国ブロガー協会を作って、僕らはこのノウハウを全国の市町村で誰かリーダーになりたい人がいたらその人にノウハウを提供して、その人に任せて、その地域でブロガー協会やってもらうと。さっきからすごい気になってんだけど、事務所を盗撮してみました。盗撮、これあなたのうちっていうこと？そうです、これうちです。あのすごいね、クレーム来るんですよ。あのうちもやっぱ来たんですけど、まあ、皆さんここにいらっしゃる方は普段からクレーム受けてるような人なんであのやっぱり思い切ったことやらなきゃダメなんで。そうです、だから最近はあんまり言われないんですけど、やっぱり秋田君、あのふざけてるのって言われて、あ、はい、ふざけてます、真面目にやった方がいいんじゃないの、いやでも真面目にやってるんですあのマーケティング的にもインターネットの可能性を広げたことは、例えば地域でご商売やっている小さな事業主、小さなお店や小さな会社は結局物販じゃないじゃないですか、まあ、ここで物じゃないことで相対性じゃなくて絶対性だって話なんですけど、それも全くそうで、要は絶対的なサービス業なんですよ。みんなものすごくドメスティックでパーソナルな、家庭的向けだったり個人に対して向けてのサービス業なんですけど、そのサービス業を伝えれる、なんでかって言ったらブロガーが直接体験してその情報を上げるから。今まで物販じゃった楽天市場とか何ぼでもある、物を右から左は何ぼでもあるぜインターネットで。うちはその地域に根付いてやる小さなお店、ちっちゃな会社、中小企業のサービス業を伝えることっていうことは今までインターネットでできなかったことなんです、うん、それができる。山梨県内でどれぐらいのブロガーがここで入ってるわけですか？大体80人ぐらいですかね、ここだけだと。だから某あのあれですよ、そう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 、あの B 級グルメでですね、あの甲府の鳥もつ煮が、ああ、あれなんかすごい ものすごい短期間に有名になってね。そうですね、でそれもかなり実は、はい、ああ、これバーベルしっかりやってみます。でこの、あの狙いはですね、そのリアルネットワークを構築することとか、人材育成、あとはその若者参画型の取り組みを作ろうということなんですね。で、あのそれやるとどうなるかっていうことでいろいろ実験をしてきたんですけども、いろいろあの当初では想像できないようないろんな価値が生まれてきました。で今回ですね、僕らはどんな人材をあの輩出したいかっていう、今回のこの学びの仕組みでですね、いうことをちょっと簡単に説明をするとですね、地域の、まあ、地域文化の継承、既存産業の維持発展および新規産業の創出、あと地域に軸足を置いた国際的視野と行動力を持った人材っていうものをですね、あの輩出したいと思ってます、今回の仕組みでですよ。で担い手っていうのは学び手であって、そして生徒はですね、その年齢を問わないというふうに、今考えてます。